トマトを折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。開きます。こちらの角に合わせて三角に折ります。裏返して1枚だけ下の角に合わせて折ります、角を中心に合わせて折ります。裏返してと真ん中あたりから少し斜め外側に開きます。裏返します。こちらの辺で内側に折ります。裏返して角を内側に折ります。裏返してヘタの部分を色で塗ります。こちらで完成です。